それでは発表事項についてお願いします。はい、今年最後の定例会見ということになりました。今年1年も大変お世話になりました。心から感謝を申し上げます。最後の定例会見にあたってですね、今年の県政のトピックスを振り返って、お手元に A3 横の1枚紙を用意しております。これを全体広げていただいて、まあ、年間通じて、それからさまざまな県政の政策課題の柱に沿ってですね、整理をしておるものでありますが、今日はこちら の、 あの画面でですね、主なトピックスについて、紹介をさせて、そうすることで1年を振り返ることができればというふうに思います。まあ、重大ニュースという表現をしておりますが、まあ、主な話題というトピックスというような形でですね、取り感じていただければと思います。はい、まあ、まずは全国和牛の共振会ということがあろうかというふうに思います。まあ、5年に一度開催される、まあ、本県畜産県本県にとりまして非常に重要な大会でありました。まあ、結果はご案内のとおりでありますし、特に一番下にありますような若い世代、高校生の活躍というものが将来につながる新しい希望の光であったというふうに受け止めております。はい、それから経済という面では、キャノンの立地、まあ、日機装に続いて大型の製造業、一部上場企業、関連企業の立地ということでありますし、まあ、件数全体としても過去最高が続いていると、大変ありがたいことであります。ユネスコエコパークの登録、これも本県2か所目ということであります。2か所県内にユネスコエコパークがあるのは、長野と群馬、それと本県、まあ、3県のみということでありますし、少し細かくなりますが、世界農業遺産と重なる地域があるのは本県だけというようなこともあります。まあ、こういうブランドも生かしていきたいというふうに考えております。はい、それから、そうですね、先日、ジェットスタージャパンやイースター航空の就航もありましたが、こういう LCC、さらには国際線の充実増便といったものがあります。まあ、既存の路線と相まってですね、まあ本県、この空の玄関口、大変重要なところでありますし、宮崎空港ビルもこの前、ロング PBB ですね、旅客の皆さんの利便性を向上させるような旅客ターミナルの整備も進んでおるところであります。そういうことも相まって、まあ、国内外に開かれた、まあ、宮崎という面での交通インフラの整備も進んだのかなというふうに受け止めております。はい、グローバル戦略ということで、まあ、キャビアを初めて輸出をしたり、宮崎の台湾ですね、台湾の輸出再開に伴って、まあ、日本からの輸出第1号、まあ、現地でも大変な評価をいただいている、ありがたいことであります。焼酎や宮崎牛のトップセールスということで、アメリカに2度も参ったところであります。まあ、台湾等も含めて焼酎はこれからまだまだ認知度が低いところでありますが、3年連続の宿泊日本一というようなところも勢いを得てですね、取り組みを進めてまいりたい。また台湾との交流協定、新竹県桃園市と結んで、より連携を密にしながら、こういう物産、また観光面でも取り組んでいきたい、まあ、さらには GI 登録というものも本県初めて宮崎をなされたということもございました。はい、オリパラのおもてなしプロジェクトということでは、決まっているのはドイツの陸上競技連盟の事前合宿ということでありますが、まあ、県産杉材の提供ということも決まりましたし、まあ、日向ギャップ認証制度の創設ということで、食材、それから木材の提供ということで貢献をしていく準備も進んでいるところであります。ジュニアサーフィンの選手権、本県日向で開催をされた、まあ、約4万人弱のお客様も来ていただいて、大変波もですね、良いというところも実証されたところであります。まあ、これが日向などはアメリカホストタウンということにもつながったところでもありますし、まあ、それぞれ進んでいるということですね。はい、まあ、未来に向けた方針決定というふうに、やっておりますが、9年後の20名国体に向けた施設整備の方針というものを決定をしたということと、それから先日の長距離フェリー航路の維持に向けた新会社への出資、オール宮崎での体制が整ったということは、非常に大きな判断であり、まあ、関係者との合意形成がなされたのかなというふうに思います。この1年振り返ってみて、さまざまな関係者との調整を経て、方針を示したものとしてはこの2つ、それから県立宮崎病院の再整備の問題もありましたが、まあ、これも前に進めることができたのかなというふうに考えております。はい、
それから、はい、3年後の国分祭、それから全国障害者芸術文化祭、それから国体に向けた、9年後の国体に向けた、まあ、体制も整って、いよいよ本格化さ、準備が本格化するところであります。はい、そうですね、人材の育成確保ということからすると、高田目農業高校のスーパープロフェッショナルハイスクールの指定でありますとか、奨学金返還支援事業というのは、地方創生、また人材確保、産業人材の確保というところからも、これも経済界との連携のもとに進めることができたものということであります。大学との UIJ ターン就職支援協定ですね、専修大学、国家大学と結んだところであります。はい、命を守る共生社会づくり、4月 の、 宮崎市と連携しての動物愛護センターと、まあ、動物愛護のこのテーマでの待望の施設ということ、それから、まあ、市と県が連携をしたものという意味で、大変印象に残る事業でありました。それから宮崎子ども未来ネットワーク、まあ、子どもの貧困というものが大きな課題となる中で、まあ、NPO が県内で連携をしながら、この動きを進めているというところも、大変重要な取り組みであろうかというふうに考えております。はい、インフラ整備であります、川戸川南のスマートインターの開通ということでありますとか、448号というのもあります、一歩一歩でありますが、交通インフラ、高速道路も含めてですね、整備が進む、それから防災庁舎の整備に関連をして、これ、全国的にも珍しい5号館の、移転工事、引き屋が行われたというようなトピックスもございました。はい、これが最後の画面でありますが、危機事象への対応ということで、今年の年明けというのは、高病原性鳥インフルエンザ、その警戒モードを真っ只中で迎えたということを忘れてはならないというふうに思っておりますし、新燃岳の6年ぶりの噴火ということもありました、それから相次ぐ豪雨、台風による災害。今年九州北部豪雨災害がありました、また昨年、熊本地震もありました、そこまでの大きい被害とまでは言っておりませんが、本県も毎年このような災害に見舞われているということを決して忘れてはならないというふうに思っておりますし、今年は弾道ミサイルを想定した訓練ということで、これは新富町で行われたものの映像でありますが、国際そういう情勢に伴って、さらなる、これまでにないような危機事象への対応訓練というものも求められた、そのようなところであります。この重大ニュース、先ほど町議の中でも確認をしながら、特にこの危機事象ですね、今まさにこの寒いシーズンは、高病原性鳥インフルエンザの警戒モードをさらに強めていくべき時期であるということ、さらには火山の状況、その他、危機管理、また常在危機の意識を徹底するよう指示をしたところであります。このような危機事象への対応というのはありますが、総じてその前半にこう説明をしましたように、明るい話題、また県政を前に進めることのできる、その手応えの感じである1年ではなかったかというふうに思っております。これを念頭に申し上げると、あまり縁起はよろしくないという話でありましたが、さまざまな経済危機というのが、この7年といいますかですね、1987年に、あれは何でしたっけね、すみません、先に申したんですけど、ブラックマンデーですね、ブラックマンデーから始まって、この10年を機にアジアの通貨危機、その後はサブプライムローン、リーマンショックというような、その10年を機の2017年というところでありましたが、我が国全体としては経済、堅調な状況、そして本県としても回復基調という中で、この17年を締めくくることができたというのは、大変ありがたいことだなというふうに思っております。冒頭が全教でありましたし、さっきサーフィンのところでも少し申し上げましたが、やはり高い目標を設定をして挑戦することの大切さということも改めて実感をしたように思っております。サーフィンはそもそもオリンピックの開催を求めていたというようなところから始まって、地域の盛り上がり、またこの大会に結びつけてきたところでもありますし、全共の3連覇を目指していたというところも、一定の結果に、このような結果に結びついたところであります。その前の年はキャビアですね、キャビアを売っていこうということで、伊勢志摩サミットへの採用なども働きかけをしたというようなことで、いろんな道が切り開けてきたという思いがいたしております。
高速道路もはじめ交通インフラの整備が進んできたというふうに申し上げましたが、まあ、まだまだミッシングリンクはあるわけでありますし、その、まあ、一刻も早い、一日も早いですね、早期整備に向けて引き続き来たる年においてもですね、さまざまな分野で高い目標を掲げながら挑戦していくんだという姿勢というものは忘れないでいたいなというふうに考えているところであります。はい、私からは冒頭今年を振り返っての県政トピックス以上であります。幹事社から何点か、はい、特に思い入れのあること、事業、あと、まあ、非常に骨を折られた苦労されたこと、それとあと来年の新年にかける思いというところの3点をお伺いしたいんですが。それを今説明したような気がしたんですけど、はい、それをよりすぐって重大ニューストピックスということで申し上げたんですが、やはり一番に掲げたように全共というものは本県にとって5年に一度、しかもディフェンディングチャンピオンとして、全ての県が打倒宮崎で立ち向かってくる中、しっかり手応えの得ることのできた結果を得ることができたということで、まだ自身も現地に参りましたし、印象深い出来事でありました。また、3点ということで、さまざまな関係方面との調整、そして本県の将来につながる決断、また結果ということで、まあ、県立宮崎病院であったり、国体産施設、それから長距離フェリーというところで、方向を示すことができたということは、大変大きな事業、取り組みとしてですね、印象に残っておるところであります。来年に関して言いますと、まあ、今、大きな災害への復興ということに直面している状況ではない、本県がですね、特にやはり私自身が就任をしたとき、一番最初に就任したときに、高低期ですとか、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火だとか、それから東日本大震災、まあ、相次ぐ災害への復興ということが大きな県政の課題となっている状況がございました。そこと比べるとですね、そこまで復興にエネルギーを割く状況では、災害復興という状況ではない中で、前を向いて、県政を前に向けて進めることができる、まあ、これまで今年もそうでありましたし、来年もそのような状況に今あるのではないかというふうに考えております。東京オリパラでありますとか、国体、国民文化祭なども掲げましたが、そういうスポーツ文化ということで、国内外の大きな大変重要な本県の将来につながるような事業が予定されておりますので、来年度の予算編成に向けた重点施策でもお示しをしましたが、そういう準備というものを着実に進めていく、さらにはその重点施策の一番に掲げた、やっぱり人口減少問題というのは、本県にとって喫緊の課題であろうというふうに思いますので、そこをさらに力を入れていくということを考えております。はい、もしよければでいいんですけども、はい、まあ、今年1年を振り返ってみてですね、漢字一文字でこう訳すとどういった漢字が思い浮かぶのかなと思いました。はい、これも喋るとなくなるかもしれません。今年の漢字ということで、漢字ということで発表されたのが北でありましたでしょうか。あれについては、まあ、投票で選ばれたりということでありで、ね、どこではないんですが、最後北三ブラックもまた勝ったんで、北っていうところは分からなくもないんですが、やはり北朝鮮の核ミサイルの問題、これがクローズアップされたということが背景にあって、この一字が選ばれたのかなという思いがしておりますが、非常に残念な感じも出しております。先ほど言いましたように、県政を取っていましても、さまざまな明るい話題、躍動する話題というものがある中で、そういう一字で、総括をしたくないなというふうに思いまして、で自分だったらどういう字を選ぶかなというふうに考えておりまして、国全体のこと、それから県政全般のこと、それから個人的なことということもずっと考え合わせる中で、私としてはそうですね、走るという一字であります。個人的なところから話をしますと、やはりフルマラソンですね、8年ぶりに挑戦をして、なんとか完走ができた。それからワールドカップのトライアスロンにも、今回出場してですね、完走できたという、そういうところもあるんですが、県政全般、先ほど見ていただきましたように、やはり前に進めることができたんではないかと、前と走り続けてきたんではないかというふうな思いがいたしております。それからここでは取り上げてませんが、県政の今年の最初は鳥インフルエンザの警戒体制ですよということを申し上げました。
旭化成がニューイヤー駅伝で18年ぶりに優勝した、そこからスタートした年だというところもですね、非常に明るい元気が出る、きっとあともう少しすると2連覇という両方朗報がもたされるというふうに期待しております。それから国全体で考えるとですね、これスポーツの話題になりますが、桐生選手が10秒を切ったというのは本当にですね、これスポーツの世界にとどまらない、やはり日本人の力というものを示すことができた、個人的には非常に大きな壁を突破いただいたということで、すごい強い印象を残しております。まあ、ましてやその3月にこの宮崎で合宿をしていただいたその年にと、まあ、そういう思いもあるんですが、そこをもし除いたとしてもですね、大きな大きな元気を与えていただいたニュースであったというふうに思います。そういうことで前向きな、ぜひ、一時で総括をしたいなという思いもあり、自分としてはすみません、説明がなくなりましたが、走るということで、今年の1年を考えております。各社質問があればお願いします。はい、今年は九州にとってはやっぱり九州北部豪雨というのは大きな存在だったと思います。はいはい、で、宮崎県内でもその、霧島山、新燃岩山ということもありました。先ほどもお話しいただいたと思うんですが、改めてその災害という観点からですね、その来年、災害に強い県づくりですとか、そういったことをどういうふうに進めていきたいか、お聞かせ願いますでしょうか。はい、九州全体が、今年も北部豪雨災害、昨年熊本地震、またその前も北部豪雨災害に相次いで今見舞えている状況もありますし、台風の直撃による災害というのも頻発をしております。引き続き私どもそういう危機事象への対応というのをより強化をしていく、はい、常在危機という課題をですね、そういう意識を徹底していくこと、大変重要であろうかというふうに思います。本県は南海トラフの地震津波というリスクにも直面しておりまして、それへの対応も今進めております。今年は国と連携をしての津波避難訓練が宮崎港で行われた、昨年は細島港でですね、知事との合同訓練も行ったところでありまして、そういう国、県、市町村、関係機関の連携を深めながら、さらに危機事象への対応というものをですね、さらに強化をしてまいりたい、そのように考えています。はい、いや日です。来年になりますと残り任期が1年というところが来るかと思うんですが、そのちょっと ずっと話されている部分と被るかもしれないんですが、その2期7年の中での知事ご自身が考えるこう、実績としてこう3つほど挙げてもらえるですか2か3かを教えていただけますでしょうか。それは予想外の質問ですね、はい、そうですね、私が与えていただいたその2期目の任期の、最終の年を迎えますし、総合計画のアクションプランの最終年度を迎えるということになります。来年そういうことで来年はよりその成果が出せるように、先ほど申しましたような課題認識のもとにさらに取り組みを進めていきまいたいというふうに思いますが、ここまでの歩みを振り返りますと、やはり1期目が先ほど少し触れました高低気等からの災害からの再生復興というものが大きな課題で、2期目としてはその復興から新たな成長へということで歩みを進めてきたところであります。復興という、固定期の復興についてはさっきの全国和牛能力共振会も含めて、手応えが感じられているところでありますし、新たなる成長ということでは、フードビジネスであったりグローバル戦略であったり、さらには交通インフラの整備ということも特に、力を入れてきたところで、あります。全般的にそういう、そうですね、産業政策面での課題という、課題といいますか課題設定について、一定の成果が出ているということを一つ手応えとして感じているところでありますし、二つ目としましては、やはり文化スポーツの大きな事業ということでの国民文化祭や国体等の設定をすることに、またそれの誘致なりを内定をいただくことによって、スポーツランド宮崎であったり、本県の文化であったり、さらに魅力発信の機会というような
そういう意味でのスケジュール、長期的な中長期的なスケジュール感を持った本県の発展に向けた道筋というものをですね、それはあくまで道筋であります。そこをどういうふうにやっていくかというのはもちろん課題でありますけど、そういう道筋をつけることができたのではないかというふうに思っております。さっき触れていませんが、美しい宮崎づくりというのも非常に重要な課題だというふうに思います。先人 の沿道集計美化条例の精神を受け継いで、新たにこう宮崎をより魅力的なものにしていく、それは国分祭ですとか国体等というスケジュールもにらみながらの力を得ていくということでありますので、そこはそういう課題設定ができたというのが2点目としてあろうかというふうに思います。3点目は本当に、まだまだでありますが、やはり将来に向けての人材育成というところでないでしょうか。全共などはその若手がこういう形で活躍したというものは大変ありがたいことであります。話が飛ぶかもしれませんが、スポーツという面ではもう甲子園の優勝というのは、これも高い目標を設定してチャレンジしていこうという中での一つというふうに考えておりますが、来年の選抜、もしかすると富島高校と延岡学園がですね、2校出るかもしれない、もう出たとすれば52年ぶりだということは、一つの大きな良い流れができているのかなというふうに思っておりますし、それから高校生の県内の就職率が全国最低というようなことでクローズアップをされましたが、もっとその若者、子どもたちが地元に残って頑張っていこうよというような動きというものをスタートさせて、産学勤労官の産業人材育成プラットフォームでありますとか、日向 MBN というような、まさに人材育成のプログラムをスタートいたしましたし、そういう若い世代を中心としたやっぱり人材育成の体制を一つ形を整えて、これから成果を出していきたいというようなところでありましょうか。はい、3つというような大きくくくると、そういうようなところが今すぐには頭に浮かびますね。はい、はい、UMK です。ちょっとトピックスのことから離れて、はい、政務的な話で申し訳ないんですけど、1月に、延岡市長選挙で知事ご自身が候補予定者の、応援に行かれるという話を耳にしたんですけど、そのちょっと事実確認と今回決められたというのはどういう経緯からかというのを、応援でしたかね。顔を出す程度のものなんですか。討論会に顔を出すというような話が前あったというふうに思っております。具体的にいつでどうだったかというところはちょっと今頭整理できておりませんが、はい、でもなんか明確にいついつどういう形で延岡市長選挙に関わられるというのはまだ何か小選に関わるといいますか、そうですね、候補者永山さんとの延岡市をめぐる討論会というものが予定されているというふうには、はい、思います。それは知事と永山さんの一対一 の, じゃなく、その仕立てというところもまでは正確に今把握しておりません。はい、これまでその、私の印象ですけど、そういうその自治体のトップの選挙とかにはあんまり積極的には関わられないという姿勢を知事としては持っておられるのかなというふうに見ていたのですが、今回延岡市長選挙はちょっとこれまでとは違うという考え方でおられるんでしょうか。はい、これまでまさに右腕としてといいますかですね、筆頭部長として共に県政を歩んできた永山さんが、そのような決断を下してですね、新たなチャレンジをしておられるということ、それから延岡市の今後のについていろいろと今新しい構想考えを巡らせておられるというところで、私としてもそこに強い関心を持ってですね、いろいろ活動に注目をしておりましたし、延岡市の在り方についてぜひいろいろ議論してみたいなという思いがあります。一緒に出られている方も、旧自治省総務省というご経験がおありになるかと思うんですが、そこの価値判断というのはやはり右腕としてやっていただいたというところがあるんでしょうか。これまでの歩みということがあろうかというふうに思います。
発表事項以外で他にございませんでしょうか。すみません、朝日新聞ですが、はい、今 の、 UMK さんの質問に関連してるんですけれども、はい、一応延岡市長選と宮崎市長選 の、 その知事としての対応方針というか、 どういうふうにこうかかっていこうというそこら辺だけちょっとそれぞれ教えていただいてもよろしいでしょうか。まあ、特に選挙に関わるというよりは、先ほどはこれまでの一緒に共に働いてきたそういう元職員が新たな決断をし、またその地域づくりに対していろいろ考えを持っているので、まあ、そこはぜひいろいろ議論をしてみたいというところであります。宮崎市長選挙は、まあ、これまで、共に、まあ、県と市として、連携なりいろいろお仕事をしてきた豊月市長、それから他の候補者ということが今取り沙汰されているところでありますので、まあこれもやはり県庁所在地であります。県庁所在地のリーダーがどうなるのかというのは、これまた大変重要な選挙であろうかというふうに思いますので、どういう政策論争がなされるのか、まあ今メディア、そうですね、宮西などにも紹介されておりますが、そういう議論に注目をしているところです。延岡市長選、永山さん、個人的に応援するということではないですか。そこ例えば応援演説だとかというところを今考えているわけではありません。はい、ありがとうございます。はい、また読売新聞、JR の件で、はい、まあ、先日副知事も行かれたり、はい、部長も行かれて、いろんな申し入れもされたところだと思うんですけど、はい、その後なんか向こうからの何ですかね、回答というか反応というのはどういうふうに受けてますか。回答反応というのは特には新たな方針変更というようなことは聞いてはおりません。例えば協議には応じますとかそういうところもないですかね。そのような回答があったというふうには聞いておりません。我々としては、まあ、地元の声をぜひ受け止めて、考え直していただきたいということを、まあ、部長、それから副知事、それから先日九州全体の協議会として申し入れを行った、また九州の議長会でもそういうことを検討しておられるというふうに聞いておりますが、いろんな形でそういう声を届けていきたいというふうに考えております。はい、宮西です。JR に関連してなんですけれども、先日 JR の青柳社長が、まあ、各県非常に、まあ、不信感というかやはり見直しを求めているということで、まあ、年明けにも各県の方に、まあ、各県だと思うんですけど本人に説明に行きたいというような趣旨の求められれば発言をされています。で、県としてはこの説明を受け入れる、まあ、予定はある、予定というか考えはあるのかというところと、その、まあ、説明を受ける際に、まあ、県としてどういったことを説明してほしいのか、あるいはその、まあ、説明のタイミングとして決めてから説明するというのは、まあ、ある意味遅いんではないかという考え方もあるかと思うんですけども、決める前にもっと相談してほしかった、まあ、前からおっしゃってますけども、まあ、そのあたりの考えについてお伺いしてよろしいですか。そうですね、双方のコミュニケーションをより深めていくことが大事だということはこれまでも申し上げているところであります。もしそのような、まあ、これからのタイミングであっても説明をしたいということであれば、我々はしっかり受け止めたい、お聞きしたいというふうに思っておりますし、その時に我々の考え方をより説明をしてですね、その機会もさらに活用しながら説明をしていきたいというふうに考えております。まあ、確かに今回ですね、まあ、事前の相談をなくしての、まあ、判断決定がなされたというところというものは、まあ、残念に思っているところであります。まあ、全体として捉えるとですね、私はその JR にしてもそれぞれの自治体にしても広い意味での公共を担う、まあ、パートナーであるべきだというふうに考えております。公共交通機関を担うその JR、 それからそのやっぱり住民の福祉の向上に対して責任を負う自治体というものがですね、まあ、これまで以上にコミュニケーションを図り連携を図っていく、
そしてこの路線の維持充実に向けて議論していくということが必要であろうというふうに考えています。協議の場については、その県の方からまあ具体的にこういう場を設けましょうという提案をしたりとかですね、路線の維持に関して、基本的には JR 側の一義的な判断になってくるかと思うんですけれども、県の方から維持していくためには うちとしてはこういうオプションを用意してますではないですけれども、そういうのは、ある意味は宮崎県の方から攻めていくではないですけど、前向きな示していくという考えはありますか。攻めというよりは提案ですね。路線の維持ということよりもやっぱり利用を促進していくためのお互いのアイデアを出したり協力というのはもっとどういうことがあるのか、それから地域の住民の一人一人の暮らしがあるということを申し上げましたが、そこをどういうふうに守っていくのかというところはですね、しっかり議論協議をしていく日常的に、そういう場も必要なんではないかなということをぜひ提案ができればというふうに思っております。すみません、年末年始のご予定の方を教えていただけますでしょうか。年末は広島呉の実家に帰る予定ですが、31日の夜には上京してですね、元旦に新年祝賀の儀皇居で行われます。こちらに出席をする予定です。さらに、3日の日にですね、本県が宮崎大使をお願いしております藤木大地さん、カウンターテノールの藤木大地さんがNHK ホールでニューイヤーオペラコンサートに出演をされると来ませんかというなんかお誘いもいただいて、私、オペラといいますかそういうコンサートも好きですし、そこに出ようかというふうに思っております。従いまして、年内は広島呉にいて、年明けから東京ということもあります。さっき危機事象ということを申し上げましたが、ずっと宮崎を空けることになります。さっき町議の場でもですね、いつ何があっても対応できるような連絡体制をしっかり整えた上でということを申し上げたところでありますが、結果的にはそのような予定をしております。他にございませんでしょうか。それではこれで終わります。はい、どうもありがとうございました。